はい。うん。いつもはこう絵を描くときにさ、自分のために絵を描くじゃん。今日はさ、描いてもらいたい。あ、人にってこと？描いてもらいたい。でも趣旨説明しなきゃダメでしょ。趣旨。そう、絶対趣旨説明しなきゃダメでしょ。すげえ真面目じゃん。今ちょっとなんか早めのちょっと脱力ツッコミみたいなやろっかな。もうなんかガチトーンで怒ってるとかじゃん。怖かった今。やめろって。で、描いてもらいたいんですよ、はい、絵を。はいはい。だからなんかいつもはその自分のために絵を描くけど、うん、なんかたまにはこう人のためにちょっと絵を描いて、うん、交換するのもありなんじゃないかなと思いまして。おー、なるほど。はい、今日は、うん、ぜひちょっとみんなで絵を描いて交換をしたいなと思います。お、ちょっとまいちゃんです。なになに、不思議なたっくんです。ニコ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 ちゃんです。はい、挨拶ちゃんとやらなきゃダメ。じゃあ今日はですね、はい、さっきもやったんですけど、はい、追いかけはやりたいなと思います。今日ゆるくないですか？で、今日は確かにちょっとゆるかったかもしれない、うん、だって脱力系ツッコミ来たからさ。あ、もうそのペースになっちゃった、みんな。それですね、まあ、お絵かきはするんですけれど、うん、まあ、ただお絵かきをして交換するのもなと思いまして、みんな今やってるソードシールドを使って、うん、これを描いてほしいなっていう手持ちのポケモンを自分で用意します。で、そのポケモンを、まあ、たっくんか萌えちゃんかわかんないけど交換して、ポケモンを、うん、交換してやってきたポケモンを描いてもらって手持ちにするっていうような企画です。どう？なるほど。スイッチですか？どうですか？スイッチです。スイッチ。あれ、萌えちゃんどこ行くの？お家に帰るの？あれ、それさ、その後ろにさ、うん、ポケルンって書いてあるよ、このスイッチ。充電したまま、うん、いい匂いあー、まあ、どれ？よくある、よくある、そういうこと、うん、これ、うん、3人のスイッチの中から、うん、ごめん、今日は選ばせて。オッケーです。あえた。はい、じゃあちょっと交換相手はね、まずちょっとくじでね選びたいなと思うんですけれど、うん、くじ、はい、くじな、くじ、ピンポン、ひらめきました。あれ、なに、ピンポン、ピンポン、くじ取ってこなきゃ。あれ、あれ、タックはまあサウナリだよね。おー、タックちゃんはベッソンだよね。ベッソン、私はね、ひまりだと思うんでね、うん、うん、これ目隠ししてさ、引いたポケモンをトレード。おー、いいね。なるほど、なるほど。たっくんがひまりを引いたら私のだし、うんうんうん、メッソン引いたらときちゃんの。はい、はいはいはい、なるほどね。挨拶順で萌えちゃんだから、メッソンとサルノに置いとけばいい。そう、そうだね。目つぶってもらう。うん、じゃあ目つぶりました。じゃあ、じゃあ、じゃあ、あー、これがいいね。オッケー。はい、食べちゃった。ここ、これと、これと、あ、待って、え、え、あれ、お腹が空いた。あれ、あれ、どうした、萌えちゃん、早く引いてくれ。満腹でした。そういうやつになっちゃう。満腹か腹ペコ当てろみたいな。どっちか。はい、2匹しかいないから手で触ったら分かっちゃうんで。確かに。右か左かで言います。うん、OK。 右、萌えちゃんから右。うん、では目開けてください。はい、てん、あ、めっちゃ、めっちゃです。っていうことは私ですね。うん、はい、はい、じゃあ次はタックン。はい、タックンはこう、こうか。どういうこと？足も目つぶした。こういうことだね。こういうことだ。こういうこと。あー、そういうことだ。合ってる、はい、合ってる、合ってるよ。じゃあ右か左かでいいんだよね。うん、右か左か。左で行こう、僕から見て。左、僕から見て左ってどっちだっけ？で、こっち。どうぞ。はい。ぬいぐるみでもないしさ、せめてぬいぐるみにせえや。なんでポケモンキッズしかも開けてないザマゼンタ。選ばせてくれよ、俺に。いいよ。じゃあ、はい、じゃあ右か左か。間違えちゃった、こっちじゃない。あ、おいおいおい、だから、あ、そうそうそう、あ、私が選んだらもうダメだじゃん。私が選んだら3匹しかいないから。いや、一応じゃあこうしたらいいんじゃない。はい、右か左か。右か左、左、はい、左、何がこうだ、左、はい、はい、すげえバタバタしてるけど、萌えちゃんがもう一人選んだらこうできないわけ、うん、だってめっちゃ選んだらもうこの2匹じゃん、うん。全部茶番も。茶番だった。まあいいじゃん、面白いから、みんな、うん、みんな笑ってくれるよ。決まりました。はい、はい、じゃあ萌えちゃんは私ですね。はい、でたっくんが萌えちゃん、はい、そして私がたっくん。これで交換相手が決まりましたということで、はい、その交換相手に、うん、書いてほしいポケモンをじゃあ次は選びますか。はい、はい、
きね、それぞれ引いたと思うんですよ、こうイメージするポケモンぬいぐるみをね、うん、萌ちゃんがメッソンを引いたってことは、はい、萌ちゃんが私に書いてくれるってことなんですね、はい、なので、うん、私が萌ちゃんに書いてほしいポケモンをこれから用意して渡すっていうような感じです、はい、はいはいはい、自分が引いたポケモンの方からポケモンが来るイメージ、うん、あーなるほど、はいはい、うん、私はね、もうね、実は2人に書いてほしいなって思うポケモンをちょっとイメージしてボックス分けといたのよ。すごい早っ。私はタックルが喜びそうなポケモンにしよう。おーなるほど、書いててね、ストーリーがねストーリーだ、ありがてえ。一枠は俺の完全なる希望、うんうん、ね、もう一つは、いや自分の好きなポケモン書いてもらおうかな結局、ね、よく出ちゃった。できましたできました、はい、よいしょ、はい、はい、ということでぐるりと回しますか、はい、こういうことか、こういうことだね。確かに、あーなるほど、はい、うわー、ドキドキするな。よし、じゃあ交換が終わったので、じゃあ萌ちゃんからちょっと、はい、私が萌ちゃんに書いてほしいあのポケモンたちの形になってます。はい、いきます。はい、じゃん、デデン、エレキテル、わー、エルレイド、おータイプ、こら、え、難しいよ。違うねん、もう好きなやつばっか。タイプヌル、デッカリン、ポットです。はい、ガベリン、ガベリン、やめろ、一括名な感じかと思いきや、うん、エレキテルとデッカリンとポットですはちょっとパワパワした感じ。そうなのよ、萌ちゃんに書いてもらうってなったら、うん、かっこいい系もいいんだけど、可愛い系もね結構見てみたいなと思いまして、嬉しい、書きます、うん、はい、じゃあ次はタッキン、これは萌ちゃんからもらった手持ちですね。はい、なんだろう、なんだろう、ソラくん、おお、マーくん、あれ、あーちゃん、あれじゃないね、ズルッグ、はい、ヨクバリス、おお、ワンパチ、はい、カムカ、フライゴン、ガラルバリアード、なるほどね、まあわかりますよ、この上のこの3匹ね、はいはいはい、ちょっとこのソラくんに似てる、で、マー君に似てる、で、ハーちゃんの大好きなポケモン、このカムカメはあれかな、カムカメは、コナックいなかったんで、あ、なるほどね、カロウジでちょっと似てるかなって思いました。わかりました、面白い、バラエティ豊かな、タックンから来た手持ちです、はい、はい、こんな感じです。あー、もうルンパッパが見えるあれ、プルンゲル、ベレズン、アイアンと、あれ、コーリッポ、コーリッポ、え、はい、コーリッポが2匹、コーリッポ2匹ですね、まあそれこそちょっと組んでほしい、あー、なるほどなるほど、はいはい、じゃあ皆さん交換が終わったところで、はい、じゃあお絵かきの準備やっていきましょう、はいはい、はい、それではお絵かきの準備ができたので描いていきましょう、はい、はい、それぞれどんな感じになりそうかな、いや難しい、本当に難しい、難しい、うん、普段さ、うん、やっぱりさ、なんかこう自分である程度やっぱ書くポケモンとか決めるじゃん、うんうん、でも今回はさ自分で選んでないからさ、うん、こう普段書かない子たちがすごいいっぱいいて、うんうん、そこがねすごい難しい、アイアントとかだって初めて書いたもん、うん、難しい、人生で、うん、おお、確かに、トキちゃんが進んでアイアンと書かんしな、うん、確かに、モエちゃんもタイプヌル書かんやろ、いや、タイプヌル書かないね難しいもん、だってポケモンをさ、うん、6匹書くってめっちゃ大変じゃない、すごい大変、ずっと思ってた、それ書いてて6匹書くってこんなに大変なんだって思った、6匹しっかり書いてるからじゃん、多分それでか、うん、なんか6匹をそのなんかジェスチャーしりな、お絵かきしりとりみたいにささじゃなくて、うん、ちゃんとテーマも凝って書いてるから、さあ、あとはなんといっても多分、うん、で、これ俺が思ってることなんだけど、うん、こう人に任すものだから、あー、丁寧に書いちゃうなるほどね、うん、それもあるかも、ね、はい、ということで、みんな書き終わりました、はい、書きました、じゃあ、萌ちゃんから挨拶順でいきますか、はい、トキちゃんに書きました、こちらです、わー、かわいいガベリンめっちゃかわいい、めっちゃ笑顔にしてみた、かわいい、
お花をね、うん、こう集めてる様子なんですけど、うん、かわいい。そう、ちょっと春だから、うん、春っぽい感じにしたいなと思ってね、うん、一応ちょっとポケモンたちが遊んでるんですが、うん、ちょっとね、注目していただきたいのが、うん、このポットです。ポットです。ポットたちがちょっとなんか考えてるんですよ、うん、なんか考えてる。お花を集めて、うん、お花束にしたらトキちゃん喜んでくれるんじゃないかなって。かわいい。考えてて、うん、お花を持ってきました。あ、本当すごいこの仕様。はい、こんな感じで絵を描いたんですが、うん、このポットですの、このね、お花を一生懸命集めて、おしまいだ。色ついてないんだけど、トキちゃんにプレゼントしてます。かわいいポットです。エレイドとかさ、タイプヌルとかめっちゃかっこよく可愛くなってるしさ、うん、タイプヌルはかっこよく描きたかったんだけど、うん、あえてね、ちょっと可愛らしい、可愛らしい感じ描きました。みんな可愛い、うん、あーすごーい。僕のテーマは、スタッフたちのランチです。あ、もえちゃんの手持ちだね、楽しみ。ドドン。はい、こんな感じになりました。ポケモンは、ヨクバリスがマー君 で、うん、でズルックがソラ君 で、 でワンパチがハーちゃん で、 でカムカメがスタッフ王さん。はい、ここレストランで、あ、レストランだ。そうなんですよ。でバリアードがこのウェイターさんで、でこのフライゴンがこれ何してるかっていうと、うん、あれです、まあ、あの人間界でいうウーバーイーツですね。あー、そうなんだ。すごいテーマがある。すごい。あの、まあランチを食べに来てて、まあ、終盤ですと、うん、マー君こと欲張りすがもうめっちゃラーって食べちゃってるって、結構飛ぶんすね、食べかすとかが。でそれがあのこのズルックのソラクの方に飛んじゃって、飛ぶんやって食べかすがってこう怒ってる。そらくん聞いたことある、ね、聞いたことある、ね、このストーリー。あのスタッフさんは大体こうみんなでご飯行くと率先してこう水とかを取ってきてくれるんで運んでんだ。そう、あの食後の水をこう運んできてるっていう設定で。え、なんて言ってるの。え、これ、うん、いやいや俺が水取ってくるよって言って取りに行って、で取りに行って戻ってきたからマー君に自分のもの食べられちゃう。みんなめっちゃ似てるね、うん、なんか、うん、かわいい、はい、なんでよかった。ありがとうございます。じゃあ最後わしは、うん、たっくんがね、たっくんの手持ちを作りました。はい、うん、はい、こんな感じです。わー、かわいい。これは、うん、まあ、一応テーマがあって、はい、テーマっていうよりも、まあ、このエーズンが寝てて、うんうん、なんかうーんってなって泣きそうなんですね、エーズンが、うんうん、で、コーリッポーたちは、うん、あーみたいな、うんうん、抱っこしてあやしてて、ナイアンともあやしてるんですよ、うん、はいはい、で、ルンパッパだけ騒いじゃってるから、うん、そのブリンギルがそれをすごい心配してるかわいくね、これはい、ちゃんと俺がこう考えてたこの汲み取ってくれたコーリッポ2匹なんだ。あ、そうそうそう、ナイスフェイスのコーリッポもいてね、うん、2匹いるってのはそういうことだろうなと思いまして書きました。いやー素晴らしい。はい、うん、はい、わーい。あ、じゃあこうなるんだ。そう、こういうことですね。結局元々はこれはね、持って帰ってみんなに見せたいと思います。うん、確かに。かわいい。本当にかわいい。自分にもらうってなんか嬉しいですね。うんうん、確かに、うん、いつも書いて終わりだもんね。交換とかしないもんね。うん、すごい面白い。ね、これはいいわ。ね、嬉しいね。ね、色紙とかで交換したいね。あ、確かに確かに。またね、いろんな組み合わせもまたできると思うんでね。うん、また次回なんかこう、交換して書く機会があればなって感じです。はい。はい、それではポケモン交換お絵描き、みんなすごい絵上手だな、私の手持ちも描いてほしいなと思った方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。